こんにちは。北海道のサッカーを全力応援、キックオフ北海道。さあまずはこちらをご覧ください。コンサドーレアンダー18所属、出馬志土選手、ニューヒーローの登場です。水曜日に行われた天皇杯3回戦、コンサドーレは大分県代表 JFL のベルスパ大分と対戦。自慢の攻撃力が炸裂です。まずは前半34分、福森、小林と華麗なワンツーから、最後はキム・ゴンヒ。キム・ゴンヒはさらに PK を決めて、この試合2得点です。2対1で迎えた後半、福森が強烈なミドルシュートで今シーズン初ゴール。再び1点差に詰め寄られたコンサドーレ、ここで注目の選手が登場です。札幌アンダー18所属、2種登録で今年トップデビューを果たした出馬志土。この位置から迷わず左足を振り抜き、トップチーム公式戦初ゴールを果たします。さらに試合終了間際、憧れの大先輩が作ったチャンスをきっちり決め切り、この試合2得点。若い力が輝きを放ちました。5対2と大勝、5年ぶりのベスト16進出です。1点目はまあ、キーパーとゴールの間空いてて、あ、いけるなと思って、めちゃめちゃいいシュート決めれました。サポーターの皆さんの応援があって、自分が2得点も決めれて本当にありがとうございます。天皇杯4回戦は柏レイソルと対戦します。応援しましょう。続いて先週土曜日に行われた J1 リーグ第20節アビスパ福岡戦、前半31分、中村がドリブルで切り込んでゴール前へラストパス。スパチョークの2試合連続ゴールで先制します。เป็นจังหวะที่มันทีมเราก็ซ้อมมาค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับทุกคนก็รู้ว่าถ้าบอลมาจังหวะนี้ก็ทุกคนที่เหลือก็พยายามจะเข้าตำแหน่งไปในจุดที่ได้เปรียบเอ็นโดが変わって後半15分、ペナルティーエリア内で5枚が倒されて PK を獲得。キッカーは金子。しかしゴールポストに嫌われ追加点を逃すと、立て続けにカウンターを決められて2失点。悔しい逆転負けです。リーグ戦4試合勝利がないコンサドーレは順位を2つ下げて10位。今日ホームで後半戦初勝利を目指します。アカデミー世代の育成が強いコンサドーレですが、期待の新人が登場しました。出馬志土選手、高校3年生大注目です。続いてはこちらです。厚別公園競技場、聖地厚別と呼ばれるこの場所で数々の劇的なドラマが生まれました。ユニフォームも今と違いましたね。そうですね。サポーターの方がね、一人一人が思ってった結果、誰が言わずともいつの間にか聖地になってったっていう、多分歴史なのかなと思ってるんですけども、その思いっていうのはサポーター、道民、市民だけではなく、我々クラブ、選手、スタッフ含めたクラブみんなも同じような思いだったので、すごくしっくりくるというか、うん、居心地のいい響きをすごく感じます。2000年シーズン、岡田武史元日本代表監督と共に、J2 優勝、
そして J1 昇格を果たしたコンサドーレ。優勝メンバーとして戦ったコンサドーレ OB 大森健作さん、そしてクラブサイコさんのスタッフウリセスさんには忘れられない試合があるそうです。2000年の7月29日の、天王山と言われていた浦和とのゲームで、やっぱでもね、浦和戦やっぱどうしても残りますね。2人が声を揃えたのは優勝を決めた2000年シーズン、浦和との天王山。当時ホーム最多となる1万9825人のサポーターが詰めかけ、試合前から会場は熱気に包まれています。いや、サポーターの皆さん息ぴったりですよね。煙すごいですね。何の煙が上がってますね。本当に最高潮です。試合は浦和に1点を先制される展開。追いつきたいコンサドーレは後半18分、田淵がドリブルを仕掛け、これで1対1同点となります。まさに執念のシュートです。引き分けで終わるわけにはいかないコンサドーレは後半41分、パスカットした大森さんがそのままドリブルを仕掛け、左足を振り抜きます。特にゴール裏のサポーターが来い来い来いって言ってくれたから、もう両足つってたんですけど、ボール運んで左足を振り抜けたと思ったんですね。それだけの力が圧別にあると思います。執念のゴールが決勝点、 J1 昇格を手繰り寄せる貴重な勝利となりました。首位決戦を制したコンサドーレ、聖地圧別ヒストリーとして語り継がれる一戦です。誰も僕が取ると思ってなかったんですけど、そこで点を取ってで勝ったっていう、もう忘れることもできない、もう最高の、シュート、最高のゲームでした。あの試合はもう一番の試合ですね、僕の中では。聖地圧別とはどんな場所なのか、大森さん、ウリセスさん、そして三上 GM にお聞きしました。で、あそこから上手くなったというか、もっとやってやろうっていう意欲も出てきましたし、なんか救われたっていうのもありますし、もういろんな思い出が聖地アスペースにあるので最高の場所ですね。もう24シーズン目かな、マイホームですね。アスペースは綺麗事じゃないんですけど、本当にそう思ってる前、昔からすごく難しいですけど、一番最初に思い浮かんだのは絆。この一文字に僕の中では圧別がなんかこう絆という文字にこう集約されている、そんなイメージを持っています。サポーター、そしてチームにとって特別なスタジアム、聖地圧別。今日の新潟戦を最後に改修工事のため2026年までしばしお別れです。そして STB では今日1時から新潟戦を生中継します。リーグ5試合ぶりの勝利を信じて全力で応援しましょう。この後はスゴ技選手権、インターハイに出場する北海道大谷室蘭高校女子サッカー部が登場します。明治安田生命は今週東京丸の内で明治安田ビレッジのオープニングセレモニーを行いました。明治安田ビレッジは地元の人が元気になる空間をコンセプトに文化とスポーツを発信する取り組みです。当日は J リーグ野々村チェアマンも出席、今後は全国各地でさまざまなイベントを行っていきます。エースを探せスゴ技選手権、今月下旬から北海道でインターハイが36年ぶりに開催されます。キックオフ北海道では熱き高校生たちを全力応援します。動画を送ってくれたのはインターハイに出場する北海道大谷室蘭高校女子サッカー部。まずは豪快なシュートから、2年生白井さんのクロスを浅野さんがヘディングシュート。
全国の強豪からゴールを、続いては2人の精度の高いキックに注目。最初は池野さん、おお。そして竹内さん、すごい、お見事。2連続クロスバー当てに成功。正確なキックでチャンスメイクに期待です。グレイト。最後は3年生山田さんと松田さんのリフティング。すごい、足の甲に当ててからパス交換。地味に見えてとっても難しいボールコントロールです。絶対できない。エクセレント。大谷室蘭高校は今月26日インターハイ1回戦で神奈川県の星槎国際湘南と対戦。全国の舞台で頑張ってください。ここで今週のプレゼントです。聖地厚別特集でお話を伺ったコンサドーレ三上代表取締役 GM と鈴木ウリセス通訳のサイン入り色紙をセットでお一人にプレゼントいたします。詳しい応募方法は番組公式ツイッターをご覧ください。お気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、番組 T シャツが完成しました。爽やかでとっても可愛いですよね。はい、夏の間着用していきます。さあ、コンサドーレはこの後午後1時から開始前最後の厚別での新潟戦です。試合の模様は STB で実況生中継します。この後はどさんこウィーケンです。